カピ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 ピカピカピ、あ、ごめん、ちょっとついいつもの癖でピカチュウ語が出てしまいましたよ。ということでヤーグダンです。さあ今日もポケモンフュージョン楽しくやっていこうと思うんだが、今日はなんとピカチュウスペシャルということで、ここね、この左ピカチュウの顔を固定して体をどんどん変えていって、あなた好みのピカチュウは一体どれなんだということを適当にやっていこうかなと思っております。さあ今日はあなた好みのピカチュウを探してってくださいね。さあということで、この右下のねランダムを押すことによって体が変わるのでどんどん見つけていくぜ。いけピカーディー、あーなんか可愛いな、うん、普通に可愛いが来たら、こういうのは俺求めてないよな、うガチで可愛い系は求めてないから。ということでランダムいけピカラス、うん、あけっとすげえな、コメントしづらいよな。行くぜ、ランダムピカラック、オッケー、ランダム。ああ、ええやん、ピカツボミね。うん、もしピカチュウが拒食症になったらっていう。もうすっげえ痩せとるやん。今でさえな、人気者なんやから。いや、初期のな、ピカチュウはもっとふっくらしとったから。もう今のペースやったら、そうやな、あと2、3年したら、ピカチュウの姿、多分ね、こんな感じになります。さあ、行くぜ、ポケモンフュージョン。あー、ピカベターな。あー、もしピカチュウが溶けたらこうなりますってやつね。あー、まあ溶けることないけどな。さあランダム、ポケモンフュージョン、ピカだね、ピカだね。今ちょっとピカチュウっぽい鳴き声で言ってみたんやけど、あのゲームのピカだね全然違うか。よし、ポケモンフュージョンピカスター。あー、これね、うん、あー、これよし、ランダム、ポケモンフュージョン、あー、ピカガラね、はいはいはい、ポケモンフュージョン、あー、ピカハナね、うん、これ逆にしてみたらどうなるんやろう。いや、臭い花がな、結構このフォルムがええから、逆にしたらどうなるかちょっと試しにやってみましょう。ここね、真ん中のボタンを押したら、左右が入れ替わるので顔と体が逆になる。臭いちゅう。いや、こっちの方が面白いかもしれんな、もしかしたらピカチュウが体の方が面白いかもしれんな。うわー、これこのピカチュウが主人公やったら絶対な、今のポケモンより流行っとるな。うん、絶対流行っとるわ。ということで、ピカチュウをね、ちょっと体にしてもやってみましょう。ということでポケモンフュージョン、あ、プテチュウね、うんうん、うん、うん、あ、さあポケモンフュージョン、あ、シェルチュウね、うん。全然言葉がねえんやん、なんなんやろうな、なんて言ったんやろ、ほんとなんて言っていいかわかんねん。さあ行くぞ、ポケモンフュージョン、あ、ドーチュウ、あー、な、公園に行く道中に空き缶を見つけたので、ゴミ箱に捨てたの、あの道中ね、うん、それは道の中と書いて道中やろうが、全然な、この姿形に関してのポケモンのコメントが出てこんわ。まあなんか普通にかっこええんじゃん。さあポケモンフュージョン、ギャラチュウね、屈指のかっこよさを持つあのギャラドスとピカチュウが合体したここんとこは欠ける、ここんとこはすげえ欠けるってやつね、うん。さあ行くぜ、ポケモンフュージョン、ゴローチュウ。ゴローチュウええな、なんかな、このなんやろ。いや、ゴローチュウのもし体の色が黄色やったらほぼピカチュウっていう、なんやろ、かなりいかつい、なんかピカチュウがおっさんになったみたいな、そういう感じかな。さあポケモンフュージョン、フュージョン押せたか、押せないな、あ、ドーチュウね、え、全く一緒やな、これさっきとな、ドードリオ、うん、そうやな、全く一緒やな。あ、タマチュウね、はいはいはい、あのタマチュウ、やっぱりね、人気者っていうのは基本的にこのピンク色とかね、可愛い可愛いってね言われますが、うん、やっぱちょっと鼻がないといかんのかな、うん。さあポケモンフュージョン、あー、そういうことね、ポケモンフュージョン、あー、プリチュウね、うん、
ピンク色は人気が出るけど、これは 100% 人気が出んってやつやな。いや、プリン自体はな、可愛いんやって。ピカチュウ自体も可愛いよ。ただ合わさったらな、ちょっといまいち力を発揮せんと。じゃあな、これ、左右ランダムにしてみましょう。ピカチュウを顔、プリンを体、ポケモンフュージョン。あこっちの方が可愛いんじゃん。なんやろ、すげえマスコット感が急に出てきたわ。ピカリンやって、名前も結構可愛いやん。さあ、じゃあこのまんまでいくぜ、ランダム、ポケモンフュージョン。ルシーギール。あーミスったミスった。真ん中のランダムを押したことでピカチュウスペシャルコーナーじゃなくなってしもた。くっそー。ということで、コイルとネジャー逆に組み合わせたら面白いんじゃないかということで、ピカチュウを普通にミスったわ。ピカチュウね、はい、ピカチュウポケモンフュージョン、はい、ピカリ全然面白ない、はい、ポケモンフュージョンピカッシあ、これなんか自然やん。自然だってさ、こう左右の顔がナッシーやもん。これ気づかんよ、パッと見な。うん、かなりポケモン好きじゃないやつじゃない限り、これはナッシーやと思ってしまう。ピカッシーやとは誰も思わん。さあ、ということでポケモンフュージョン。あ、ピカゴンね。あー、うん、ピカゴン、あのピカチュウ食いすぎ現象ねあのサトシが過保護になった場合こうなりますってやつだ。さあ、ポケモンフュージョン、ピカーあー、これええな。ピカチュウと人間のランダムみたいな、あ、違う、ランダムじゃない、キメラみたいな、うん、キンキに手出したピカチュウって感じかな。すげえ間抜けやなさあ、ポケモンフュー、なんやこの角、バリアードのこの角なんなんや、耳。ポケモンフュージョン、ピカダック。ああ、もうあのな、体の色がな、コダックも黄色やから、うん、すげえ、あってはない。うん、このアホゲ三本っていうかちょっと可愛いかな。さあ、ポケモンフュージョン。あ、ピカモンね。はいはいはい、オッケー。すげえあっさりしたコメントしてしまった。さあ、左右をね、交換してみましょう。じゃあ、ポケモンフュージョン、メタチュー。メタチュー、超可愛いじゃん。なんかこう顔がシンプルな、やっぱな、もうメタモンの顔が俺可愛いと思うんだって。だから体の色がキモいだけ、すげえ毒に侵されただけ。うん、さあ、ポケモンフュージョン。あ、ポニーチューね。あ、ドットが荒すぎる問題ね。これもう何がどうなっとか全く意味がわからんってやつや。さあ、ポケモンフュージョン、謎のチューもうな、この名前が俺は結構面白いわ、謎のチューね。あー、なんかでもな、やっぱりシンプルな顔、うん、これは可愛いな。たとえね、体が黒くても可愛いな。たとえところどころにドットでこの苔みたいなのが生えとるように見えても可愛いわ。うん、さあ、ポケモンフュージョン、カブチュー。顔がでかすぎて意味わかんねえよ。さあ、ポケモンフュージョン、あ、キングチュー。もうな、これとかな、ドットが荒いんじゃ、逆にキングラーのドットが良すぎてピカチュウのドット逆に荒く見えるから、こういうのやめて。ピカフュージョン、フーチュー。あー、これはなんか綺麗、こういうポケモンがおってもおかしくない。うん、まあおかしいけどな。じゃあ左右をね、逆転してみよう。ピカーディこのピカーディ強いんやろうな。うん、多分フーディの元の能力が強いから、多分これも強いんやろう。さあ、じゃあフーディの方変えていくぜ。ポケモンフュージョン、ピカリュー。あれやな、やっぱピカチュウって結構耳大事なんやな。耳なかったらかなりキモいよキモいって言っていいんか分からんけど、うん、キモいよ。さあ、ポケモンフュージョン、ピカバットね。ピカチュウのこの下半身をグッて持って引っ張ったら、ちょっとここがグッて伸びてしまいましたバージョンやな。さあ、ポケモンフュージョン、ピカやろ。あ、これさっき聞いたじゃん。さあ、フュージョン、ピカクサ。これ、ね、ピカチュウの顔が、まあ、普通に謎の草に見事に当てはめられたっていうまあそのまんま、なんか何の面白みもなかったわこれは。さあ、ポケモンフュージョン、あ、ピカブ。さすがの電気タイプ同士、うん、これはな、なんかええ感じ、なんて言ったんやろ、うん、なんかええ感じな気がするわ。じゃあな、もうそろそろ最後にしてもええんちゃうかな。うん、最後ね、面白いの引きたいな。最後ね、やっぱね、みんながね、やっぱこのピカチュウがいいよっていうやつを見事にね、引き当てたいと思います。
ポケモンフュージョン。え？ピカゴさん？